サンライフ株式会社は、栃木県宇都宮市に本社を置く元消費者金融業。1975年創業。香川県高松市に本社を置き、四国4県を営業エリアとする消費者、金融会社であった。創業以来、創業者一族の立花家により一族経営が行われていた。2001年には、プロミス株式会社の参加となる。 旧本社所在地は、香川県高松市河原町2丁目7番地6。プロミス参加時代はインターネットでは、全国から申し込みが可能で、借り入れ、返済は、プロミスの ATM でできた。自動契約機の相性は、留守番ン君だった。サンライフとクオークローンは、プロミスよりも高い金利を取ることで事業を成り立たせて、いたが、グレーゾーン金利の撤廃が具体化したことから、 事業継続が不可能と判断され、2007年に事業を停止。事業停止後、再建はプロミスに譲渡された。2009年4月1日、プロミスが保有していた株式と再建がネオラインキャピタルに譲渡された。2009年7月に会社分割を行い、消費者金融事業はサンライフ株式会社に移行。サンライフ株式会社は、 ネオラインホールディングス株式会社に称号を変更し、以降はネオライングループの持ち株会社、投資会社に生まれ変わった。ネオライングループでのもと、2010年2月1日に消費者金融事業を再開した。申し込みは四国在住、在勤者に限定し、グレーゾーン金利撤廃までは、依然同様グレーゾーン金利での貸し付けを行っていた。店舗は、 本社の一箇所のみとなっている。少子貸し付けローンのみを取り扱うため、自動契約機や ATM はない。しかし、貸金業法に定める、純資産要件を満たすことが困難となったとして、事業再開からちょうど1年後の2011年2月1日に、またも事業を停止した。2012年5月にネオラインホールディングスは、サンライフの株式を第三者に譲渡し、 ネオライングループを離脱。同年7月には、栃木県宇都宮市にある、アペンタクル本社ビルに本社を移転している。なお、2016年1月1日に就任した、現社長の村田健太郎は、この3社の社長を兼任している。CM、上野由か株式交換による、サンライフ株式会社の完全子会社化に関する。 お知らせプロミス株式会社、ニュースリリース2001年10月25日、株式譲り受け並びに、営業貸付金債券の買取に関する、お知らせネオラインキャピタル株式会社、ニュースリリース2009年3月24日、ローン事業開始のお知らせサンライフ株式会社、ニュースリリース2010年1月25日、新規申し込み受付中止のお知らせサンライフ株式会社、 ニュースリリース2011年1月13日、貸金業廃止のお知らせサンライフ株式会社、ニュースリリース2011年1月13日、グループ再編に関する、お知らせネオラインホールディングスプレスリリース2012年5月14日。ありがとうございます。